セミの声。セミですねこれ。暑かったからね。暑いですよ。おお、すげえ。懐かしい。ちょっと懐かしいですね。懐かしいんだ。もう今じゃ燃えちゃいましたからね。燃えてないですね。燃えてないでしたっけ。まだ燃えてないですね。半分崖が崩れたって大丈夫ですか。いや全然大丈夫です。大丈夫です。いやこれ。立ってるお客さんは何なんだろうね。見えないんじゃないですか。あ、そうそうそう。あ、そう。モニターが1台しかない。そうそうそう。最初なんかスクリーン持ってったんだけど壊れてたんですよね。壊れちゃったんですよ。プロジェクターが。熱くて壊れちゃった。多分。これあの奥の通路の厨房ではもう竹下さんがグツグツやってる時ですね。お切り込みを。お切り込み作ってました、ね。これ会場に入ったお客さんの3分の1ぐらいしか映せないですからね。これ絵に。ねえ、後ろにも。カメラの後ろに。いますからね、倍以上。それは熱いっすよね。不思議な絵だなこれ。映像で暑さが伝わらないのがちょっと悔しいですね。これ本当に死ぬほど暑いですからね、この現場。でも長袖着てる人います、手前の。なんだろう、あの人タトゥー入ってんじゃないですか。隠してんじゃないですか。何度も蒸し返すわけじゃないですけど、黒いどりサンタロードとイベントやったら3人しか来なかった。それが今や群馬でやったって75人くらい。最終的に80名以上ですもんね。うん、そうですね。まあ、桑原さんどうですか。いやこっちの方が逆に3人だったらよかったんですけどね。本当にね手厚くね。そうですね。そしたら切り込みから漬物からいろいろね。食べて食べてできたお出しできたんですけど。この人数はさばけないです、さすがに。これまさかのお切り込みをパーティー食いするっていう事態になりましたからね。そうそうそう、無理だっていう。死んだらエンマ様にマサイに言われるよ。お前この野郎。あれでもさ、出してたやつを一人で食べるの結構な量じゃない、あれ。あれえでも3人前ぐらい。あれやっぱ3人前ぐらいなの。そうですね。いろいろありますが、テーブルに1個っていう。1個でみんな友達で来てるだろうなと思って、まあ、来るんだったら一人で来ねえだろうと思ったら結構そんなことなかったですね。結構みんなね、うん、単独で来てたりしましたね。1本だけで足りるぐらい濃いってこと。一人でここまで来るってすごいモチベーションですよね。なんかやっちゃってるかな。そうだよね。そうですよ。仮に東京からとしたってさ、本当そうなんですよ。こういうのってその音楽とかがなんかベースにあればまだねいけるんですよ。その音楽を楽しめるっていう、これなんてわけわかんないおっさんのトークと映像だから ね、すごいですよ本当。いやすごいパワーある。まあそのパワーがあるからこそこれが DVD にもなるというね。木村です。どうも。あ、出たし。わー、木村さん入ってきた。あ、もう自らね、自ら変な振りが入る前に。いやいやいや、そんなことないですよ、そんなことないですよ。もうシステムを真っ先に理解して。あーね、懐かしのウェブじゃないですか、これは。懐かしいですね。これあれですよ、この回だけでよりにき1本やってるってことは木村さん、これは木村さんやっぱ期待できますよ。出てくるじゃん。でも僕群長には行ってないんですよね。来なかったですよね、行く行くなんて言ったけど、ね、行くとも言ってないと思いますけど。いやお前、いや言ってました、絶対言ってたよお前。言ってました。僕絶対行くんで。その、まあ、前日にねゲーモスさんのイベントがあって、まあ、そこからだからおっさん派とポキャス派に分かれてね、しばらく木村さんとはもう疎遠になりましたけども、はい、ありましたね。乳首つねり、先に痛いと言ったが負けです。ここで初めて、じゃあまずお互い乳首に手を、乳首が出る。まず触らせない。つねっていけませんよ。まあ弱点でありますからね、木村さんが。だルパンさんの触り方がなんかいやらしいんですよね。気持ち悪いんですよ。これつばぜり合い。教えろよ、乳首をって。すごいよ。なんだよ、もう嫌ですか、やっぱり他人に乳首いじられるの。今見てるだけでも嫌ですからね。ゾワゾワしちゃう。ゾワゾワしてます、正直。いや俺自分で触るのもなかなか慎重派なのに。弱い。お互い生乳首でまずチェックしてね。破裂した音が。パチーンと落としましたね。怖い怖い。乳首
それは別に高さん僕の乳首が弱いという事前情報のもと言ったわけじゃないですよ、ね、いや知ってましたよ。知ってたんですか、うん、それだからひどい話だな。でも知ってます、ですか、乳首で感じる人は、はい、ゲイの素質あるらしいですよ。マジですか。それで言ったら僕は相当なゲイですよ。そうですね。その論法でいくと、はい、てるらしいですよ。本当って言ってました。ゲイの、ゲイの要素がある人がゲームおっさんなんてコンテンツやってるんですか。やってますね。いや本物じゃないですか。いけるんじゃないですか。いけるのかな。木村さんちょっとプーアルチャの匂いしてんじゃないですか。なんですかそれ、プーアルチャの匂いって。もう絶対ここで言えないです。裏話しないこれカット、ね、カットですよ。あれこの間のやり取りでもう持つってことですね、1回分は。なんだっけな、木村なんか、そうそう、本編でも使えないようなこと喋ってた。あ、なるほど。そうそうそう、全く覚えてないです。ちょっとアナーキストを気取って、うん、穴は穴でもね、そっち行っちゃうわけですよ。やめてもらえませんか。急遽のゲイキャラみたいな。夜はプーアルチャで、木村さん。プーアルチャも気になるんですよ。前に先行方向ですね。さっきと逆の乳首。なるほどね、もう逃さないですね。すごいね。一回休ませないとやっぱりさ、熱持っちゃうから。乳首も。同じ乳首でも。熱持っちゃうから冷却させて逆ですよ一回ね。だルパンさんがね乳首探すのが絶対絶対するんだよ。いやお前が毎回ガードこうスパッていきゃいいのになんかもった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 ねじ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 するからこの野郎っていう。手が手づからですよ。絶対入ってますよ。完全にほら芸人量だよ。やだな。あ木村さん。これはやですよ。これは。導いてくれよって。汗かいてんじゃねえかな。本当に捕まないよこの人。ここだっつってんのに全然捕まないから。もう何かないってことはない。イージーもうねスパッといけって話ですよ本当に。完全にホームビデオだな。これがメインだから。あーもうもうひどいな。いやー桑原さんのね先ほどの乳首感じる人はゲイの素質があるというのを聞いた後でこれを見ると味わい深いな。ルパンが常に余裕なんだよ、失策なんだよね。わけねえだろ。いやでも強かった。結構な力でつねってるんですよ僕も。まあ、かなり。そうか、一本ずつまだ前線ここ決めてる、ね。そうそうやってましたね。メインコンテンツとも言っていいでしょう。こっからメインコンテンツ。東京ゲームショーリポート。みんな集まれファミツー FD の東京ゲームショーリポートですね。こちら40分でしたっけ今回尺が、はい、40分か、すげえな。1回目じゃないですか。ああみんなでやったみんなでやったやつ。お互いの両乳首にダブルですよ。してください。もう冷やしましたからね。余裕があるな。新鮮な気持ちで寝るか。かっこいい言い方でした。余裕がありますね。両乳首か。こんな見せなかったから。木村さん帽子かぶって気持ち悪いよな本当に。帽子かぶってひげ。そう完全に2丁目だろこれ。やっぱこの映像はその手の人にはなかなかいい感じになる。わかるんですよ。すごいな。BL だ BL。はっくりしまって。これがねいやもうすごい絵だぞこれ。いやでも実際その例えばゲイの SM ビデオとかって俺こういう感じだと思いますよ。多分こういう感じなんだろうね。完全にああいうリードする先輩とやられてるね。猫たちと猫で、ね、そう力がない。孫悟空の尻尾みたいな。そこ逃げないと弱点だから、ね、乳首しかも2つ触られた意味はもうね、ダメでしょうね。何の力も出ないってすごいな。2人すっぱながね。こちら裏話対決よかったらどっち
でも話では負けちゃうんですね。あー、洗濯バサミかあれ。はいはいはい。ブルーの色鮮やかな。そうだ。ともやりたくないという。ねえ、すげえ嫌ってたよね。本当嫌がってましたね。これ半端じゃないですもんね。でも痛みが。本当このギリギリまで。おお。でかかったぐらい。器がこぼれちゃう痛さ。いやで変な汗出るし。もう途中もね、意識が朦朧とすんだよ。顔中に、ね、つけるみたいな感じでしたっけ。口の周り、口の周りの周りだよ。のままの洗濯忘れ。ああ。いいですよ。どこが悪くて、たまに。ここで正面漏らしちゃうんだよ。10回。あ、覚えてるな。これなんかライターがなんかで焼かれたみたいな思ったんだ最初。確か熱いみたいな。あそこ好きだな。うわあ痛い。もう涙目、もう涙目。いやこれめっちゃ痛いですよマジで。痛いよ。やったことある。あるある。俺超痛かったもん。何の加工もしてない、ね、バラエティバサミとかじゃないもんね。バネバネパワー 100% だ。劣化しない。痛いんだよこれが。いいですか。木村の乳首が AV してきたちょっと気持ち悪いんだよな、すごっ、すごっ、クリーチャーだろ、これ完全に。なんでメガネかけたんだろう。あ、これなんか言えないんじゃないでしたっけ。いや、言えないでしょ、これ。ワードね、ワードね、喋れないよね。ちょっとプレデターっぽいっすね。プレデター、うん、DVD かなんか濁音が言えないじゃん。楽しい気分に変えてくれる笑い気分ディープしてます。それからですね、なんと前回もねお伝えした通り、ちょっと見える歯が嫌だな。新作映像が入ってます、プレデター。それがなんとでも売りはですね、5時間バ行が辛いんだよ。300分が言えないじゃん。ハハ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 ハ全部見えてたもん。いやいや口唇から口の中から。ごめんなさいね、本当だ。タバコの吸い殻。そこじゃねえよ。気にしてるぞ。そこ誰も気にしてねえ。なんで急に謝るんだよ。あー名作、やっぱ一本でいけるね、名作だったんだね。こうやってみんなでね、見て、笑って。なにこれ、すげえ面白いじゃん。びっくりだよ。ひどいな。こんな盛りだくさんのあれがあったんだ ね。意外と女性がいますよね。だからそうですね、そうですね。これは今日なんかみんなで見れたら良かったな。でもこれ汗拭ってるよ。あの強いっすからね。ワイプでさ、裸になった2人がこうやってるわけだからさ。ここにね、木村さんいたら言い訳できないから。どれだけ美味しかったか。あ、もう映ってないから喋れない。ああ本人が一番それを守ってるね。俺ちょっと忘れちゃうもん。なんていうの、そうだね。そっち寄りに見えなくもないみたいなね。全然関係ない、完全な現場が。あのだるまの下にある札に、あのめぐみさんの名前がね。あーそうだそうだそうだ、ひもと責任者。そうだそうだそうだ。ねえ、はい、受けた母親ですよね。そうそう、で店内にあのなんか雑誌で紹介されたありましたね。切り抜きあったりました。切り抜きあって、そこに写ってらっしゃいました。写ってらっしゃいましたね。でもどれだか分かんない。いやいや、分かりますよ、顔がもう。いや年齢とね、なんか推測すると
この人かなって、まあ、これそうそうこの人かなって分かりました。分かりますよ、めぐみさん、まあ、あんま似てないですよね。いやーというわけでそっくりでいらっしゃいました。お届けした夜にぎぼうとライオンでした。また来月お会いしましょう。いや夏の思い出だね。はいはいはい、はい、面白かった。